前から思っていたが、もう我慢できん。君はもう少し愛想よくしたらどうなんだ。ヤーギャーうるさい。そんなの俺の勝手だろ。ちょっと二人ともその辺でやめておこうよ。え、君って結構肝が据わっているんだね。お前ら何やってんだ。兵士がガキみたいなつまらんことで喧嘩しててどうする。ライナーか。お前悪かったな。さすがライナー、ありがとう。困ってたんだ。ベルトルト、お前は兵士としての実力はあるのに、喧嘩一つ仲裁できずにどうすんだ。俺たちはいつか一緒に故郷に帰るんだろう。こんな調子でどうする。そんな、いや、ライナーにああ言われて当然だ。自分でも臆病なことは分かってるんだ。ねえ、お願いがあるんだけど、僕がもっと自信をつけられるよう力を貸してくれないかな。ありがとう、恩に着るよ。面倒なことを頼んでごめん。どうかよろしくね。なるほど、度胸をつけるためこの巨人模型に思っていることを大声で話せばいいんだね。けど急に言われても一体何を言えばいいんだろう。そうだね、ライナーにあんな風に言われて悔しいよ。僕にも曲げられないものがあるってことを示さないと。帰れなくなった故郷にいつか帰るんだ。こんな感じでいいのかな。でも確かに大声を出すと少し自信が湧いてくるみたいだ。前にも話したことあったかな。僕とライナーは巨人に奪われたウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。いつの日か一緒に戻りたいんだけど、僕がこんなんじゃライナーの足を引っ張ってしまうんじゃないかって不安で。ありがとう。ライナーも僕に実力があると思っていて、だからこそ不甲斐ないと感じてるみたいなんだ。とにかく君のおかげで一歩前進できたみたいだ。ありがとう。引き続き協力してくれると助かるよ。次はどんな特訓をすればいいと思う。あれ、あの二人。エレン、だから同じ舞台の時は私があなたを守るから、できるだけ私から離れないで。いい加減にしろ。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。戦闘中はお互いの任務に集中すべきだろうが。揉めているみたいだね。あれは仲裁した方が良さそうだけど。でもそうだよね。よし、エレン、ミカサ、ちょっといいかな。ミカサ、君の気持ちはわかるけど、本当にエレンのことを思うなら手を出さず見守るのも必要なんじゃないかな。エレンも反発したいのはわかるけど、まずはミカサの心遣いに感謝して力を合わせて生き残ることを考えたらどうだろう。ベルトルト、お前の言う通りだ。ミカサ、すまん。いざって時は頼む。ただし任務に支障のない範囲でな。エレン、私こそ悪かったけど、ベルトルトがそんな風に言うなんて。
ああ、驚いたな。ベルトルト、なんか今のお前、前よりもずっと頼りになる感じがするぜ。できた。本当に二人を仲裁できたよ。やった。まるで僕じゃないみたいだ。そんな、褒めすぎだ。照れてしまうよ。これも君が特訓してくれたおかげだよ。ありがとう。これでライナーの支えになれるかもしれない。最後にもう一つ頼めるかい？一緒に任務に志願して、実戦でも自信を持って動けるか見てくれないかな。任務を成功させられてよかった。それに僕も自分でも驚くぐらい積極的に動くことができたよ。きっと自信がついてきたって証拠だ。これでライナーにも認めてもらえるはずだ。力を合わせて、いつか故郷に。で、ごめん。まずは君にお礼を言うべきだったね。いろいろと助けてくれてありがとう。この短い間に僕に対する周りの評価も変わってきたみたいだ。自信が持てるようになってきたよ。そうだね。でも手伝った君の方が大変だったんじゃないかな。ベルトルト、いろんな奴がお前のことを褒めていたぞ。最近自分の意見をはっきり言うようになったって。この間は悪かったな。これからも一緒に頑張ってくれるか？うん、もちろんだよライナー。いつか一緒に故郷に帰ろう。僕が変われたのは君のおかげだ。本当にありがとう。何かお礼をしないと。仲間だもんな。でもそれじゃあ僕の気が済まないよ。とにかく何か僕にできることがあれば力を貸すから。いつでも言ってくれるかな。